アニャセヨ、ヒヨンです。今日はですね、皆さん見ての通りヒヨンは何を着ているでしょうか。そう、浴衣です。今日はですね、浴衣にちなんで夏祭りに合うメイクとヘアアレンジをやっていきたいと思います。すごいフィオンのポイントが何個かあるんですけど、動画を見ていくうちにそのポイントが分かっていくと思うので当たり前なんですけど、ぜひぜひぜひ最後まで見てください。はい、では早速始めていきます。まず最初に使うのが下地、じゃじゃん、ソフィーナのプリマビスタ皮脂崩れ防止化粧下地です。これはよく振ってくださいね、皆さんって感じなんですけど、なんでこのプリマベスタ選んだかというと、やっぱお祭りって結構暑いし、浴衣着てると本当に女の子ならわかると思うけど、もう中が大変になってるんじゃないですか。で、多分顔もほてってきちゃうから、お化粧が崩れにくくなるように皮脂崩れ防止の化粧下地を選びました。この仕上がりがですね、結構乾燥な感じもなく、でもサラッとしてて基本的にね、使いやすい。顔全体に伸ばしていきます。はい、続きましてこちら、チュフレの BB クリームになります。なんでこれを選んだかというとですね、結構下地がサラッとしてて皮脂崩れ防止タイプじゃないですか。で、このチュフレの BB クリームはツヤ肌にしてくれるんですよ。だからこのプリマビスタの化粧下地で皮脂を防止して、このチュフレの BB クリームでちょっと潤いじゃないけどツヤ感を出してあげるってことで、これです。この時にファンデーションじゃないのって思うかもしれないんですけど、夏だしお祭りじゃないですか。お祭りって普段よりも暑いからよれちゃうのに、そこにファンデーションだと結構よれが目立っちゃう気がして、だからフィオンは BB を選びました。まあ普通にちょんちょんって置いてもらって、指で伸ばします。まあ、これもね、顔全体というより気になる部分にだけのせていくって感じで、まあ、フィオンは顔のこの中心部分ですかね。うん、いい感じ。すごいナチュラルに仕上がりますね。はい、BB を塗ったらこんな感じです。そしたらですね、コンシーラーなんですけど、こちらイプサのクリエイティブコンシーラー EX、まあ、気になる部分に付け足していきます。こうやってちょんちょんちょんって点置きにして置いとくと、それで固まっちゃって伸びが悪くなっちゃうから、あんまり肌にのせて時間を経てない方がいいです。綺麗にね、伸びなくなっちゃうんですよね。次、ラプレリーのトリートメントルースパウダー。これはね、美容液成分とかが入ってるパウダーなんですよ。一番化粧がよれやすい T ゾーンにだけパウダーをのせます。全体的に塗るとあまりにもマットな感じになっちゃうから、よれる部分だけちゃんと押さえるって感じですかね。続きまして、眉毛、まあ、眉毛はね、いつもと同じ通りチフルの眉積みブラシ付き古風ですね。こんな感じです。そしたらキスミーのヘビーローテーション、良きかな、なんかこういうキャラクターいなかった、セントジーロ良きかな。次、そしたら、まつげを上げていきます。お祭りメイクはもうとびきり可愛くしたいので、まつげは本当にパッチリ上げた方がいいと思います。浴衣が派手だから顔もちょっとインパクトあるというか、パチッとした方が浴衣に着られてる感がなくていいと思う。みんなはどう思う？いい感じにまつげが上がっております。そしたらシャドウになります。 3CE の Love 3CE デュオシャドウの BE002 番。この色目がね、すっごい可愛くて、ピンクとこのちょっとね、赤ちゃんっぽい茶色がね、本当にすごいいい感じなんですよ。そしたらこのピンクの方をアイホール全体にのせます。メイクにもその浴衣と同じ色を入れてあげると結構統一感が出て可愛いかもしれないですね。こんな感じです。続きまして、この茶色を三幅に入れていくんですけど、この目尻の方から目頭に向かってグラデーションになるように茶色を入れていきます。だからこの目尻の方が一番濃い。そしたらこのピンクの方を涙袋に入れていきます。これは結構全体的に派手めに入れます。そしたらマスカラを塗っていきます。じゃじゃん、デジャブのラッシュノックアウト、下まつげも塗ったらこんな感じです。続きまして、アイライン、ケイトのスーパーシャープライナーです。ちょっと派手めにしたいので、いつも目尻しか描かないんですけど、黒目の終わりらへんぐらいから
ラインを入れて跳ね上げ気味に書くときに、この上のラインから書いて上げる位置を決めて、下から線に向かってまた書いて中を埋めるとすごい書きやすいです。こんな感じです。情報書くとこんな感じです。そしたらじゃじゃん、シュー上村ですね。ティントインジェラート PK03 番です。これは親指に取っていただいて色を調整しながらつけていきます。目元をすごい濃くしたので、チークも濃いと田舎っぽくなっちゃうから、チークは薄くがポイント。次、この可愛い毛さん何でしょうか。クラブエアリータッチポイントビジューロゼピンク、ハイライトですね。指で取ってもらって、これはクリーム系だからポン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 ってなじませるぐらいで、顎とこの頬骨のあたりも一緒に塗ります。そうするとね、顔がパッと華やかになりますね。はい、こんな感じです。次、じゃじゃーん、なんとこちらオペラのね限定色なんです。めちゃくちゃ可愛いから見て、マジで。もうオペラのリップは本当に大好きで、何本持っているかわからないんですけど、しかもなんと限定色が手に入ったなんて、もうフィヨンが嬉しすぎて、ラメラメが入っててすごいねいい感じなの。で、今日はアイシャドウもチークもピンクなので、リップもピンクで統一したいと思います。もうね、塗り心地が最高ですねはい、こんな感じです。はい、って感じでメイクの完成です。イエイ、どうですか。ポイントはですね、この浴衣に入ってるピンクをメイクにも持ってきて、で、シャドウとチークとリップをピンクに統一してみたことです。で、お祭り夜の時もあるから、夜でも華やかになるように目元とか唇はちょっと派手めにしてみました。どうですかね。って感じで、続きましてヘアアレンジです。